ムスティスラフ・ロストロポービッチ、ムスティスラフ・レオポリドビッチ・ロストロポービッチ、マスティスロブ、リアポルド・オビッチ・ロストロポービッチ、1927年3月27日から2007年4月27日は、アゼルバイジャン、旧ソビエト連邦出身のチェリと指揮者。特に、チェリストとしては20世紀後半を代表する、巨匠として名高い。愛称は、名前の一部と、 光栄を意味するロシア語の単語に由来するスラは、声楽家のガリーナ・ビシネフスカヤは妻。チェリストとしてのロストロポービチは圧倒的な技巧と豊かな音量に裏付けられたスケールの大きな表現性で広く知られた。レパートリーはバロック音楽から現代音楽まで幅広い。プロコフィエフの公共的競争曲、チェロ競争曲第1番の改作。 1952年、ショスタコービチの二つのチェロ競争曲、第1番1959年、第2番1966年、ブリテンのチェロ公共曲、1964年、ブリスのチェロ競争曲、1970年をそれぞれ、初演した。このほか、カバレフスキー、ハチャトリアン、ルトスワフスキー、ジョリベ、デュティウ、シュニトケ、バーンスタイン、富山マユーゾーラ、 20世紀の代表的な作曲家が基礎ってロストロポービチのために作曲しており、ロストロポービチに捧げられた現代作品は170を超すと言われる。このようにロストロポービチの存在がチェロの現代レパートリーを大きく拡大したと言える。主として EMI クラシックスに数多くの録音がある。1995年には、 バッハの無伴奏チェロ組曲の録音がリリースされた。室内楽では、ホロビッツ、リヒテル、ギレリス、アルゲリッチ、コーガン、オイストラフラ世界的演奏家と共演した。1970年代に指揮活動も本格的に開始、直接進行のあった、ショスタコービチやプロコフィエフの還元楽作品を西側に紹介するという意図があった。ことに、 冷戦時代において西側では不明な点の多いショスタコービチの演奏は需要があり当時西側においては幻の作品であったムゼェンスクのマクベス夫人の原点版を初めて紹介した指揮者としてはビシネフスカヤと組むことが多く他にもチャイコフスキーのエフゲニーオネーギンプッチーニのトスカなどオペラの指揮や録音も多いイギリスでは ロンドン公共楽団とのつながりが強く、同楽団と1991年、プロコフィエフ生誕100周年記念音楽祭、1993年、ブリテン音楽祭、1988年、ショスタコービチ、炎の音楽などのシリーズを模様した。また、マキシム・ベンゲイロフ、バイオリンや、ハンナちゃん、チェロなど若手演奏家をソリストに迎えての競争曲の演奏や録音も多い。 合唱式者としては、セルゲイ・ラフマニノフの、徹夜などの録音がある。夫人であるビシネフスカヤの伴奏を手掛けることがしばしば、あった。録音も、グリンカとラフマニノフの歌曲集など、いくつか制作された。ロストロポービチは、芸術や言論の自由を擁護する立場から、様々な活動を繰り広げた。とりわけ、ソビエト時代に、物理学者、 アンドレイ・サハロフを擁護したことや、アレクサンドル・ソルジェニーツィンに、別荘の社交を仕事場として提供し、4年間かくまったことが知られる。人道的活動にも、情熱を注ぎ、ガリーナ夫人と共に、子供の医療改善を目指すビシネフスカヤ・ロストロポービチ、財団を設立した。同種子の活動の一環として、ユネスコ親善大使にも就任した。 同じく反対性亡命芸術家として映画監督のアンドレー・タルコフスキーとも友人であり、1986年のパリの聖アレクサンドル・ネフスキー寺院におけるタルコフスキーの葬儀ではバッハの無伴奏チェロ組曲を捧げ、泣き崩れた。ベルリンの壁が崩壊した際には崩された壁の前でバッハを演奏した。これらの経歴により世界文化賞、 ドイツ勲法十字章、イギリスの最高位勲尺師、フランスのレジオンドヌール勲章、コマンドール、スペインのカタロニア国際章、アメリカの大統領自由勲章、スウェーデン極北章、ロイヤルフィルハーモニー協会ゴールドメダル、レーニー賞、人権同盟の年間章、高松宮殿下記念世界文化章など、30カ国を超える国々から130以上もの章を授与され、 音楽家として、おそらく史上最も多くの勲章を受けていると言われる。このほか各国で40以上の名誉学位を与えられた。新日家としても知られ、1958年に大阪国際フェスティバルで初来日して、以降、たびたび来日した。モスクワの自宅には室を作った逸話がある。指揮者、小沢誠司や九十親方、元横綱千代の富士と親しかった。 相撲好きでもあったローストロポービッチは、千代の富士の現役時代には、九十部屋での朝稽古を見てから、コンサートのリハーサルに入るとも多かったという。作曲家、富山雄三に、チェロ競争曲を移植し、1971年に NHK 交響楽団の演奏会、東京で、自らこれを初演している。寿司、うなぎをはじめとする日本料理が大好きで、 来日の際には必ず東京の築地市場を訪れたという大江健三郎の愛読者でもあった。1980年代にソビエトから国籍が剥奪されている間はヤマハのジュニアオリジナルコンサートの宣伝インタビューのような仕事も好んで受けていた。美智子皇后の古希のお祝いに来日、天皇皇后両陛下ご臨席の下でチャリティーコンサートを開くなど、 日本の皇室との縁も深かった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。